疲れ様です。陸学会です。今日はですね、私がよく詰めガエルを注文する際に利用させていただいているお店のご紹介と、実際ね、それを与えるところ、見ていただきたいと思います。それでは、どうぞ。はい。ということで、今回はですね、私が、よく、アフリカツメガエルというかね、ツメガエルを餌としてね、与えたいときに、利用させていただいてます。かずさ養殖販売さんですね。で、こちらの方でまた、アフリカツメガエルの M サイズを200匹ほど、購入させていただきました。ちなみにですね、この、養殖販売さんなんですけど、月に5万匹も生産しているそうなんですね。で、ツメガエルだけじゃなくて、そのオタマジャクシもね、これは時期によるのかもしれないですけど、取り扱いがあるということなんですね。で、お値段の方が S サイズがね、これホームページ見ますと、ちょっとねリンクの方は説明欄に載せておきますけど、ホームページを見ますとツメガエルの S サイズが30円とあるんですけど、消費税の関係で今35円に、5円ほど値上げしていますということですね。で、この M サイズ、3、4センチで、ホームページは35円なんですけど、40円、ちょっとねそれぞれ5円ずつ、値上げして、販売の方させていただいてますということなんですけど、とはいえですよ、私がね一番利用させていただいている理由というかですね、6000円以上で送料無料なんですよ。これいいなと思って、そもそものツメガエルの単価もねそんなにね高くないけど、6000円以上で送料無料だったら結構ね、これ直接買いに行くんだったらいいんですけど、通販とかだとネックになるんですよね。送料のせいで単価が上がってしまうみたいなとこあるんで、僕はねこれすごい、ここはかなり控えてるポイントですね。もちろんツメガエル単体の単価も魅力的ではあるんですけどね。それではね見ていきたいと思います。カエルが苦手な方はすいません、この辺でブラウザバックしていただかないとよりね近くで見ることになるんで、ご遠慮いただければと思うんですけど、結構ね、M サイズということで3、4センチっていう風にホームページに書いてあるんですけど、いいサイズですよね。で、1匹1匹しっかりしてるし元気だし、ちょっとねこれ実際ね1円玉と比べてみましょうか。ホームページ見るとね1円玉と比較してるところがあるんで、実際どんなもんかね比べてみましょう。いやー、ちょっと1円玉と比べると小さいかなって、これ実はすいません、ポーカー用のチップでした。ちょっと間違えました、持ってきます、すいません。1円玉がなくて100円玉ですけど、こんな感じですぐ逃げちゃうんで頭にきて、この中に100円を実際突っ込むことにしました。今回ねホームページと違って100円玉で、やらせてもらってますけど、大体これぐらいのサイズ感で M サイズっていうことで販売されてます。で、実際これがね、200匹入ってるようになります。それではね、実際に与えているところ見ていきたいと思います。捕食シーン苦手な方はここで、ぜひブラウザバックの方よろしくお願いします。それでは次行ってみましょう。水槽に餌を与える時の撮影はだいたい夜じゃないと反射しちゃうんで、また、時間変わって夜になりますが、これからね、ツメガエルを入れていきたいと思います。それではね、これからどんな勢いで食べに行くか、ぜひご覧ください。はい、ということで、ツメガエルの捕食シーン、いかがだったでしょうか。かなりね、勢いよく突っ込んでいくアロワナのね、捕食シーンが見えたんじゃないかなと思います。実はこれ、何日かにというかね、もう2、3週間かけて、ちょっとずつ撮ってます。さすがにね、ツメガエルをそんなに1回に5匹も6匹も、あるいはね、10匹も20匹も食べないんで、結構なんですかね、飽きちゃうわけじゃないんでしょうけど、ツメガエルはね、1回に食べる量はすごい多い印象はないんですよ。なので、数回に分けて、撮影の方をさせていただいてます。で、こちらのね、ツメガエル、ご注文の際にちょっとね、注意させていただきたいことがあるんですけど、結構ね、予約がたくさん入ってるみたいで、まあ、注文してからね、3ヶ月、ちょっとここだけネックなんですけど、それくらいはかかるかもしれないです。もちろんね、時期だったりとか、あるいはその、予約の状況によって変わってくるとは思うんですけど、そういったね、注文に関して、納期がかかるっていうのはあらかじめご了承いただきたいかなと思います。なのでまあ何ていうんですかね、そういうスケジュール、ツメガエルメインで飼育されているんであれば、それを前提としたスケジュールを組んで、ご注文されるのがよろしいんじゃないかということですね。はい、で先ほどですね、プラケースの方にツメガエルを保管しているようなね、最初の方、まあ、開けてすぐのね、ところあったと思うんですけど、200匹ぐらいになるとですね、まあ、あれじゃちょっと小さいですよということで、お店のね、方とご相談して、どれぐらいのサイズがいいんですかねなんていう話をしたんですけど、まあ、衣装ケース、74センチ ×40 センチぐらい、M サイズ200匹だと、まあ、それぐらいのサイズの、ケースがあれば、まあ、いいんじゃないでしょうかということでした。もしね、ツメガエル、ちょっとね、近場でないなとか、近いけど、なんていうんですかね、送料がかかって高いなとか、あるけどちょっと単価がとかって思ってる方いらっしゃいましたらですね、まあ、一つの、まあ、参考ということで、今回ね、ご紹介させていただいた、お店の方にぜひお問い合わせ、ご相談の方してみてはいかがかなと思います。まあ、詳細につきましては説明欄の方にね、貼っておきますんで、ご興味のある方はぜひ問い合わせしてみてください。それではね、今回は久々の餌やり動画ということで、この辺で終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。